会デビューするのはリオちゃん6歳、年長さんです。次の春から小学生、お姉さんらしい姿をママに見せられるかな。スタート前にママと公園で最後の確認。どこ行くんだった？コロッケ屋さんと、うん、お花屋さんとクレープ屋さん。正解。じゃあ何を買いますか？これはママが作ってくれたお買い物カードです。クレープ屋さん、バナナチョコ、うん、生クリーム1つ、カスタード1つ、うん、お花屋さん、うん、オレンジのカーネーションと紫の、紫のトルコキキキャウのセット1つ、うん、トルコキキョウって難しいお花の名前だね。お肉屋さん、コロッケ2つ。オッケー、いい、分からなくなったらこれお店屋さんに見せて。分かった、うん、返事はしてるけど、なんだか上の空、大丈夫？いける？じゃあ、じゃあ、タッチママとタッチで充電完了。いいよ、アイリとここで待ってるから。え、なんで遊ばないの？遊んでる。出発するかと思ったら、なかなかママから離れようとしません。やっぱり一人で行くのは不安なのかな。いってらっしゃい。はい、アイちゃん、ねえねえ、いってらっしゃいって。お願いねって。お願いね。いってらっしゃい。ママと妹からお願いされました。これは頑張らないと。ママ行かないから。うん。バイバーイ。バイバーイ。名残惜しそうにママと別れ、いざ人生初一人でお使いへ。ママと妹の愛理ちゃんが心配そうに見つめる中、しっかり者のリオちゃんは間違えないように買うものを予習しながら商店街へ向かいます。まずはクレープ屋さんでクレープを2つ、お花屋さんではカーネーションとトルコキキョウのセットを、お肉屋さんではコロッケを2つ買います。どのお店も結構距離があるけど、迷わず行けるかな。なぜか数字を唱えながら、そして時々ママの方を振り返りながら、でも足は止めずに進むリオちゃん。お使い頑張ってね。順調に足を進め、難なく商店街に入りました。商店街の街並みを見ながら鼻歌なんか歌ったりして、なんだか優雅なお使いになってきました。実は今日4歳の妹と一緒にお使いに行くはずだったけど、妹のゆきなちゃんはぐずってしまい、突然一人で行くことになってしまったんだそう。でもりおちゃんはお使いをやめませんでした。だってお姉ちゃんだから。ゆきなちゃんもこれを見て、いつか行ってくれるといいね。よし、今日はお姉ちゃんのいいとこ見せるぞ。前から来た自転車だって自分で避けられます。安全確認もバッチリだね。お目当てのクレープ屋さんはちょっと離れた大通り沿いにあるんです。少し距離があったけど、迷わずお店に到着しました。大きな扉を一人で開けてお店の中へ。いらっしゃいませ。お持ち帰りですか？はい、何しましょう？バナナチョコ生クリーム一つください。はい、バナナチョコの生クリーム一つですね。はい、410円です。あれ、確かもう一個頼まれてたよね。あとカスタードもください。そうそう、それだ。バナナチョコのカスタードも、カスタードもバナナチョコでいい？何、あれ、バナナチョコのカスタードで合ってるはずなんだけどな。で、もう一つは何のカスタード？もう一度ママのカードを確認して、
バナナチョコのカスタード。バナナチョコのカスタード、はい、あーよかった。ママのお買い物カードのおかげでなんとか予定通り注文を終えることができました。全部2つでいいですか。はい、そしたら410円が2つで820円。はい、さあ次は支払いだ。あれ、お財布どこだっけ。あ、あったあった。はい、これだけ出したら足りないことはないでしょと豪快に小銭をわしづかみ、店員さんに数えてもらいました。100円だけど、そこ残ってないかな。全く動じることもなく冷静に100円玉を探すリオちゃん。あった、はい、はい、どうぞ。120円、ちょうどね、お隣のね、席があるからそこをお座りしてちょっと待っといてもらえますか。はい、クレープが出来上がるまで隣の部屋でしばらく待つことに。レシートも綺麗に畳んでしまいました。偉いね。待っている間はママのカードをじっと見つめていました。今頃ママ公園で妹の愛理ちゃんと遊んでるかな。お使い頑張って早く会いたいね。そうこうしているうちにクレープが出来上がりました。お待たせしました。そしたらバナナチョコの、生クリームとカスタードというかですね。はい、どうもありがとうございました。気をつけて。はい、どうもありがとうございました。緊張してお礼は言えなかったけど、心の中では言ってるんです。お店を出たら、再び商店街の方に戻ります。車もたくさん通るから気をつけてね。信号がない横断歩道も余裕でクリア。やるね。次に行くのはどこだっけ。あ、そうだそうだ、お花屋さんだ。再び商店街のアーケードに戻り、ひたすらまっすぐ黙々と歩き続けました。2軒目のお花屋さんも迷うことなく到着。確か難しい名前のお花だったけど、ちゃんと注文できるかな。これかな、お花屋さん。オレンジのカーネーションと紫のトルコギキョウ。カードに気づいた店員さんが注文したいお花の場所を教えてくれました。ママのカードが大活躍。はい、こんな、はい、ありがとう。私はこのままでいいですか。お花を包んでくれている間もじっと待っています。お利口さん。はい、お待たせしました。はい、ありがとう。はい、あ、大きな声でお礼言えたね。えらーい。お花をゲットして次のお店へ。あれ、お金って払ったっけ。やっぱり払ってなかったみたい。店員さんも慌てて追いかけます。一方その頃、払い忘れたことに気づいていないリオちゃんは次のお店にのんびり向かっています。店員さんがようやく落ち着きました。お嬢ちゃん、ごめんね。お金もらうのおばちゃん忘れちゃった。リオちゃんは本当だと言わんばかりに少し笑顔をのぞかせ、はい、お金を支払いました。ちょっと待ってくださいね。はい、ありがとう。ちゃんとお釣りも受け取り、今度こそバッチリ。はい、約できました。
ありがとう。また来てね。ありがとう。よーし、改めて出発です。次はコロッケを買いにお肉屋さんに向かいます。お花が崩れないように持ち替えたり、ママのお買い物カードを何度も確認したり、さっきお花屋さんで払い忘れちゃったけど、リオちゃんはしっかり者なんです。行き道よりも堂々とした足取りでずんずん進みます。頼もしいな。はい、何ですか？コロッケ2つください。はい、コロッケあげていいのかな？ちょっと待ってくれる？とってもスムーズに注文できました。リオちゃんのお使いレベルはどんどん上がっています。お会計先にいいかな。支払いはありったけの小銭を出すのがリオちゃんスタイル。もうない。はい、もうない。ちょっと待ってね。じゃあ510円いただきますね。208円ね。はい、でこれレシートです。小銭をばらまいちゃったけど、お兄さんが親切に拾ってくれました。はい、じゃあコロッケあげてるからもうちょっと待ってね。コロッケができるまでの5分間、ちょっと休憩。リオちゃんを待っている間、ずっとママのカードを見ていました。大丈夫かな？全部買ったよね？と何度も確認して、ママとの約束を守ろうとしています。声には出さなかったけど、やっぱり不安だったのかな。でも今日バッチリだったから、また一人でお使い行けるといいね。ごめんね、お待たせ。はい、ありがとうございます。暑いから気をつけてね。何歳？6歳。6歳か、頑張ってね。他にまだ買い物行くの？行かない。気をつけてね。もうこれで3軒目です。最後にお店の人とお話もできました。だって春から小学生だし、お使いもできるようになって、これで大人の仲間入りだね。もうすぐ公園だ。ママのところまでもうちょっとだよ。公園に到着すると、ママが見えてほっとしたのか、笑顔になるリオちゃん。慌てずゆっくり着実にママの元へ向かいます。ありがとう。おかえり。すごいね。頑張ったね。ありがとう。ママに褒められてとっても嬉しそう。だって頑張ったもんね。すごい。これクレープ、うん、どうだった？楽しかった。楽しかった。一人で行って楽しかった。うん、上手にできたね。うん、金払えた？うん。どっか忘れた？うん、忘れた。どこで忘れた？え、お花屋さん。お花屋さん、なんで忘れたん？お花払わんでいいんかなと思ってた。払わんでいいかなと思ったん？お金持ってたのに。うん、ほんと。あとは？でもさあ、後から渡せた。渡せた？うん。またやりたい？お使い。うん、うん、じゃあまたお願いするね。うん、すごいすごい、イエーイ。大成功。ママのお買い物カードも大活躍で、お使いデビュー大成功。